とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もね、古代狩り5周行ってみたいと思います。なかなか好評なんでね、これをまたやりたいと思います。だいたい 80% の 1.5 人。それぐらいのパーセンテージで回っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。お、いきなりあったね。いきなりあった。ここは、敵は誰だっけ？まあいいや。3体出てこい。お、1体かい。ノーマル品ですね。ノーマル品。まあまあ次も行ってみましょう。2つ目発見。いっぱい来い。一体か。全然一体だわ。お、ちょいちょいちょい。うっといな。しかもノーマル品。全然ダメ。次行こう。一周目なかなかいいよ。3回目。いっぱい出ろ。一体だけか。で、しかもまたノーマル品。はい。オスマンうっといな。今回なかなか出ないね。おっと、またあったよ。ここは何だったっけ？あんまりやったことないな。いきます。ああ、一体か。集中砲火。いや、お前も倒す。よし、なんか来た。あ、これ古代のなんだっけ？あ、失われた魂の棒か。全然いらないな。一周目おしまい。商品見てみましょう。いらないね。キツネ、でも、スキルが全然良くないな。他もいらない。やっぱノーマル品が多いんだよな。ノーマル品はどうしても必要ない。おっと、ピグリンの埃がいるぞ。ダメ。全然良くない。2周目いきます。2周目最初の古代人。これは、無敵だな、ここは。一番注意すべき敵、無敵。まあ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 。まあ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 。おい、ちょっと待て。無敵は、痛いんだ、お前。あぶねえわーわあ、もう一回回復したと思ったんだけどな。ちょっと無理だな。お、やった。ブロードソード来ちゃったよ。いい感じ。次行きましょう。よっしゃー、またあった。ここは忘れたまあいいや、何体でもいい。来てくれ。ん？ノーマルだな。あ、ここはあれか。フォークブランドが出る可能性があるところか。ちょっとうっといって、お前たち。うっとい。その数来られるとちょっとうっといな。フォークブランド来てほしいな。2周目終了。商人見てみましょう。おっと、古代の弓。あー、なるほどね。よくない。よくない。ダメだ。惜しいかなと思ったけど、そうでもなかった。で、次も、よろしくない。魔術師はいいけども、スキルがダメ。はい、全部ダメ。話にならん。ダメ。ダメ。あー、ダメだ。次行きます。はい、ここはすぐわかるね。無敵だ。無敵3体とか1回来てほしいな。あー、ダメだ。1体か。いけ。無敵がね、ほんと強いからあんま戦いたくないんだな。 OK。 硬いもんね。これでも一応プラス17なんだけど、25とかとんでもないな。お、ここは結構ありそうだぞ。またあった。でも、一体か。1体はあんま意味ないんだよね。意味ないことはないんだけど、できれば2体確定で出てきてくれれば美味しいけどね。2、3体確定で。はい、また無敵が来た。無敵はそうね、やっぱブロードソードがここは一番の当たりじゃないかな。これを奪うものよりも俺はブロードソードの方が好き。おいおい、変更ついてた？あ、違うな、変更ついてない。あ、ハンマーもここ出んのか。ハンマーもね。3周目終わり。はい、おっとバーストゲイルボー、エンチャント2つダメー、話にならないね。ノーマル品ばっかりいりません。ノーマル品でもね、いいやつが3つついてたりすると使ってもいいんだけども、ダメ、よくないね。よくない。次行きます。おっと、ここは珍しいぞ。なんか久しぶりにここに来たような気がする。ボスなんだっけここ。あ、でも1体かよ。あ、永続ね。やった、骨のコンボ。来た来た、骨のコンボいいね。あ、でも1個持ってるんだ。そこそこいいやつを。それに代わるいいやつが出てきたんじゃないかな。どうだろう。ここはあれだよね、ロイヤルガードのやつだよね。1体かい、しかも。おし、でも太陽か。太陽はどうなの。まあ輝きがついてるけども、まあ性能次第ですね。4周目おしまい、見てみましょう。どうだ、いまいちだね。いまいちっていうか全然ダメだな。おっと。影は、ダメだね。ダメだね。防具はまずは、クールダウンついてないと話にならないもんな。ダメです。ノーマル品でもいいのよ。ノーマル品でも、クールダウンが4つついてればね、全然使っていけるんだけど、ダメだね。はい。では、ラスト行ってみましょう。さあ、それでは、5周目最初。何が出る？なんか3体いっぺんに出てくることがね、ほんと最近少なくなったんだよな。運が悪いのかな？よっしゃ、また来たぞ。ここ多いな。でも、メイス系はいらないんだよな。またまた太陽の愛、そんな愛はいらないよ。まあまあ性能次第か。おお、ここ多いな。でも太陽の愛はもういらないんだ。違う。強化メールが出んのね。ならば強固なアーマーか。血が出てきてくれても嬉しいんだけどね。さてさて、それでは最後の商人を見てから集計を見てみましょう。おっと、月のダガー。いや、悪くないぞ。悪くないんだけども、いいか、やめときましょう。悪くなかった。おっと、これ一番左、ハープクロスボウじゃないか。ハープだ。頼む、いいのでやってくれ。はい。よくない。よくない。金スキルはいいんだ。連鎖反応、素晴らしい。で、マルチもついてる。でも、残り2つが全然ダメ。ダメ。悔しいな。で、こっちも、ダメですね。ダメですね。ダメ。ダメ。これも良くない。はい。ということで、5周終了しました。集計見てみましょう。こんだけ出てます。結構出たね。うん、14個です。で、順に見ていこう。強化メイル、いりませんね。そして、クロスボウ、いらない。グレートハンマー、もちろんいらない。剣、うん、よろしくない。クレイモア、うん、金スキルがね、レベル1っていうところが良くないもんね。良くない。おっと、危ない危ない危ない。あ、でも結構ユニーク品は出てるんだな。ユニーク装備は出てるっぽいぞ。あ、よろしくない。うん、これも良くない。じゃあ、魂から行こう。魂の棒。まあ、マルチがついて、テンポセフト、いや、バーストボウストリングついてないと、ちょっと良くないかな。アーティファクトチャージにクールダウンショット。連鎖反応でも悪くはなさそうなんだけども、通常一発ずつしか出ないんで、これはいりません。で、ブロードソード、これ結構期待してるよ。弱体化か。弱体化の、ダメだね。エンチャントが、良くない。全然良くない。エンチャントがダメ。じゃあ、太陽の愛、2連続いってみましょう。ダメだなぁ。金スキルが全然ダメだし、エンチャントの方にも、いいのはそんなついてないね。アウト。痛みサイクルがついちゃうとダメなんだ。痛みサイクルがついちゃうと、通常の武器はね、諸刃の剣になっちゃうので、ダメです。骨はどうだ？衝撃波に、衝撃波2の、ここがダメだね。こっちがダメだな。ここはね、クリティカルで、輝きでいいんだけど、ここが、よろしくない。ダメだ。今回1個も残ってない。全部外れでした。まあこんなもんなんだろうね。でもまたね、挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。